中田敦彦の日本史散歩。さあやってまいりました、夏の終わり来ましたね。森山直太朗さんの歌声が聞こえております。夏の終わりでございます。本日なんとこの夏休み連続でやってまいりました中田敦彦の日本史散歩最終回。まずはひとたびのお別れということでしょうか。夏楽しかったですね。夏休み楽しかった。ラストにふさわしい神社持ってきましたよ。氷川神社、赤坂氷川神社です。こちらはですね、なんと中田敦彦行きつけの神社でございます。そうなんですね、私が出産した際および子供の七五三などなど初詣などなど全てここでやってます。へえ。要するに私の本拠地ですね。中田敦彦が最もこよなく愛している、それがこの氷川神社なんですよ。なぜなら私このすぐ近くに住んでました。しかもですね、この氷川神社 YouTube 大学ファンの皆さんにはたまらないゆかりの人物がたくさん出てきます。東京には僕たちの知らない情緒豊かな場所がある。中田敦彦の日本史散歩。さあご覧ください。まずはこちら、出ました、御祭神スサノオノミコト、スーパースター古事記のスーパースタースサノオノミコトです。なんとあのスサノオがね、見てください、その下クシイナダ姫のミコト、これあのヤマタノオロチを退治するときに守った姫ですね。その上でその下オオナムジのミコト、え誰、下見てください、なんと大国主です。つまり稲葉の白ウサギと絡んで、その後スサノオのところで大変な目に遭う、まあ第2部の主人公大国主ですよね。これ全部この氷川神社の御祭神ということで、なんと中田敦彦 YouTube 大学をやる前からですね、スサノオのところで拝んでたということが明らかになりました。しかもここ、この神社を作ったのがなんと見てください、先座こちらですね、徳川八代吉宗公が将軍職を継ぐに至り、享保15年老中水野忠之に命じ造営したと、吉宗なんですよ。私やっぱりこうね、家康公の神君異君、あの遺言がすごくいいということで、あの論語とそろばん渋沢栄一のあそこでも語りましたが、吉宗リスペクトしてます。あの倹約家で実務家でね、中高の祖と言われたあの吉宗、アイラブ吉宗、その吉宗が移したその神社の御祭神がスサノオ。そしてなんと私この近く住んでたと言いましたけども、この近くに住んでたのは中田敦彦だけではないんです。歴史上の有名人も住んでたんです。誰か、勝海舟なんですよ。なんとこの近く、後ほど行きますが、勝海舟邸跡という日がありますので、そちらもご覧いただきたい。なんとここはですね、 YouTube 大学上で江戸時代、そして幕末維新の頃、そして古事記、その全ての中心地になる、それが赤坂氷川神社。なんとここめちゃめちゃひっそり佇んでるんですよ。これなんでか、これなんでかっていうとね、実は一方通行なんですよ。大通りに面してないの。実は細い赤坂の裏手口の一方通行に面してるので、ここはね、一元さんあんま来れないんですよ。つまり赤坂氷川神社に行こうとわざわざ探さないと来れない、インビジブルシュライン、見えなくなった。だから選んだの。中田が選んだの、なんで一元さんにわーわー騒がれたくないよねって、それで選んだ。でもここ選んだの中田だけじゃない。あの関根勤さんの娘さん、関根真理さん、なんとこちらで結婚式挙げてます。その式当日、私と妻ここを横切りですね取材を受けてます。え、何ですか何ですか、取材陣がうわーいて、
あの今関根麻里さんが結婚式挙げてるんです。中田さんもいや関係ないです、近所で。あ、はい、という奇跡の流れありました。やっぱりね、ひっそりとひっそりと敬いたい、そんな風にしてですね、私通ってきたんですけれども、その訳があるんですよ。ここは奥ゆかしいんだな。行きましょう。氷川神社というのはですね、他にもねたくさんあるんですが、東京内都内にね。でもここの氷川神社は氷川神社の中でもまあ筆頭なんですよね。だから氷川神社の中の氷川神社、その上で東京十社巡りというね、東京十社にも入ってる。なんとこのスタートの日枝神社と同じ十社なんですよ。ねえ、芝大神宮、品川神社、亀戸天神、富岡八幡宮、根津神社、神田神社、王子神社、白山神社、名だたる十社の中の一つ、日枝で始まり氷川で終わる。この夏はいい夏だった、私はそう思っております。さあ参りましょう、参道へ。決して華美な神社じゃないんですね。ところがこのね、ひっそりとな、ひっそりとしたこのね境内がいいんですよ。この境内にあたかもあたかも何でもないように立っている木が御神木だったりするんですね。あの太い木を見てくださいよ、あちらの。太いでしょう。とんでもなく太いですよ。とんでもなく太いですよ。行ってみましょうか。ね。はい、来ました。実はですね、この日本史散歩で紹介した中で本日が一番太いですね。正直、バカでかいと言ってもいい。バカでかいイチョウの木です。これ見てください。こっち側からも見てほしいな。すごっ。吉宗公がここに建てようと、赤坂4丁目から6丁目にね移したんです。あの徳川吉宗公がね、はい、あの荒々しいスサノオのね息遣いが聞こえるようじゃないですか。ね。すごいこれ。スサノオは大国主をね。止める部屋に無数のムカデを放ったりしたんです。とんでもないファンキーなやつです、はい、推定樹齢400年の巨樹。400年ですよ。400年です。イチョウは生きた化石とも言われ、1億5000万年前には地球上の至る所で生い茂っていた。はあ、そうなんだ。港区内に現存するイチョウでは最大である善福寺逆さイチョウ、善福寺逆さイチョウ、へえ、そういうのあるんですね、に次ぐ大きさと樹齢を保っている貴重な樹木である。港区第2位の樹齢。ありがとうございます。このパワーね、やっぱりね、古事記がなんで面白いってね、実はスサノオが面白いんですよね。スサノオと大国主のアーダコーダが一番面白い。やっぱアマテラスは完璧すぎてね、パーフェクトすぎるんですよ、ね、トリックスター、それがスサノ、ね、ギリシャ神話におけるポセイドンで、いう役割でありながらゼウスのようなね荒々しさも見せると。見てください、この荒々しいこの狛犬来ましたよ。こちらがメインの入り口でしょうね。私が入ってきたのは私の家から通り道で入ってきました。こちらですよ、メインの参道。この狛犬もなかなか立派ですね、こう曲線的でありながら直線のところもあるという、かなり融合したデザインだな。乗ってる岩のでかさが半端じゃないでしょ。でかいんです。ひっそりとしてるのにでかい。決して観光客がねおいそれと来るようなところじゃない。しかしここはものすごく由緒が正しいんです。本当の東京通はこの神社に来る。バカでかいです。ここのね社紋は見てください。この階段にずらーっと並ぶ巴紋ですね。よく太鼓なんかに入ってるでしょ。雷様がなんかどんどんどんって打ち鳴らす時ね、あれが入ってます。多くの神社に入ってます。神社といえばこの紋と言っても過言じゃない。巴紋
まがたまのようなものが3つねぐるぐるぐるっとなってるんですけどもね、見てくださいこれ、どこの国の遺跡かっていうようなこの存在感ありません？これジャングルのね、このインディージョーンズ的な冒険の果てにたどり着いた遺跡っぽい感じしません？これクリスタルのドクロが奥にある感じです。来ましたね、夏が終わろうとしています。私の旅が終わろうとしている。私はまた授業をしますよ。皆さんコメント欄にね、中田よと授業をしろそんなコメントを書いてる人もいます。ありがたい。そんな心待ちにされてる先生がいますか日本で、ね、あのグレートティーチャー鬼塚だって一度も言われたことない。誰も一人も言いませんでした、グレートティーチャー鬼塚 GTO に授業をしてくれって。彼の役割は内壁をハンマーでぶち壊すことだからです。授業じゃない。さあ行きましょう。ここですね、灯籠もシンプルでありながらでかいですね。ものすごいでかいんですよ。だってもう全然違いますから、こんなでかい。本格派ですよ。いやー、子供をね産んだ時ね、本当に最初に散歩したのはもしかしたらこの境内かもしれない。家が本当近いんですよ。もう本当すぐ隣と言ってもいい。そんな家からですね、ちょっと子供を外に出す、初めて生まれた子供ですよ、外気に触れさせるのも緊張する。そんな中ですね、人気のないところ、そうだ隣に神社があるんだからそこ行ってみよう、そう言ってですね、初めて生まれた我が娘をですね抱いてうろついたのがこの胃腸の周り。あの時思い出しますね。2013年でした。2013年の夏でした。暑い暑い暑い夏でね、その夏に生まれたんですよ、氷川神社社殿。吉宗は享保の改革と呼ばれる倹約政策を取ったことで有名で、社殿にも当時の質実簡素な寄付を見ることができる。ここなんだ、カビじゃないのよ、質素なの。結局ね、僕の好きな歴史上の人物って質素なんですよ。ウォーレン・バフェットは自分の事務所に行くまで自分で車を運転し、ドライブスルーでハンバーガーを1個買って家事、それが世界で一番の大富豪の朝食ですよ。行ってまいりましょう。はあ、ここが大好きでね。あの狛犬可愛くないですか？ちょこーんっている、なんだ彼は。あー、その後ろにはなんか皇太子殿下ご成婚記念の、へー、そういうのもあるんですね。あの狛犬の、あ、対になるのはあっちなんだ。僕気づかなかったな、この小さい狛犬さんには。なんか奥ゆかしくていいですね。あ、これ好きだな、彼。彼好きですよ。かわいい。かわいい。正直ナンバーワンかっこいい狛犬が乃木神社の狛犬でしたよね。で、もう狛犬の域を超えてしまったライオンに翼が生えてるのが築地本願寺でしたよね。最もかわいい狛犬、それがこちら赤坂氷川神社の狛犬ですね。これかわいいですね。これかわいいですね。いいですね。さあ、ねえ、本殿に近づいてまいりました。おお、なるほど。そうきますか。シンプルな、これ見てください。卍なんですよ。え？これもしかしたら神仏集合の名残かもしれませんね。寺の名残が薄い神社なんですが、こういうところにですね、ふっとポーンと卍がここにポーンとある。もしかしたら神仏集合の頃だったのかもしれない。やっぱりね、神宮寺とかそういうものでね、神宮と寺が一緒になったような神宮寺っていう名前があったりとか、実はですね、神社と寺、神道と仏教って
融合してた時間の方が長いんですよ。で当初から輸入当初から混ざってた。それが後々に分かれたというだけなので、日本中のそこここには神道と仏教がないまぜになってるっていう痕跡の方が多いんですよね。これがもしかしたらそうかもしれない、ね、参りましょうか。このね眺めいいじゃないですか。この入道雲がね、空に空に。ここだね。あ、御朱印ですね。天空の剣と天空の盾、天空の兜に天空の鎧、最強装備です。こちら皆さんもう覚えてますね。湯島天満宮の梅の紋の入ったこの藍染めの袋から増上寺葵の門、その裏には赤坂比叡神社の二つ蔦葵、戦闘力65万です。大丈夫？みんな今このパワーで多分今スマホにひび入ったと思うんですよ。見てる大丈夫ですか？ iPhone ね、じゃパワーありすぎてね、スマホ割れてると思いますけど、これで行きたいと思いますんでね。御朱印の方よろしくお願いします。すごいですよ、厄除けお守り、雨の無落物剣、パワーすごいですね。かっこいい。雨の無落物剣ですよ。スサノオですね。あ、ありがとうございます。あれ今お書きいただいた、あ、ニコさんが書くパターンなんだ、初めてですね。素敵な、そうか、ハンコベースでね。あ、かわいい字だ。普段どんなチャンネル見ます？あ、ではね、勉強系とか。あ、勉強系。え、僕のチャンネル見たことありますか？見てない。見てない。見てくださいね。今度ぜひ見てください。中田敦彦の YouTube 大学。勉強系の中で日本最強のチャンネルとなっておりますので、よかったらご覧いただければと思います。ありがたいね。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。初の水色の袴で、はい、爽やかですね。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。これって上がることはできないんですか？もしよろしければ。あ、よろしい。あ、はい。久しぶりです。これね、あちらでね、ちょっと出産祝いをね、やらせていただいたんですよね。実はあの私ご奉仕を、はい、その時させていただいてお世話になっております。ありがとうございます。二度ね、ご奉仕させていただきます。そうなんですよ。だから本当にね、あのこちらで僕はね、あのいろいろとやらせていただいてるというのがここですね。ここに座ってね、いろいろとあのご祈祷していただくんですけども、あ、こちら鳳凰が描かれて、はい、朝顔ですか？これがあのはっきりとですね、何の花だよっていうのは分からないんですが、藍色といいますか、ちょっと青っぽい色ですね、はいはい、これが、今の、技術ではなかなかもう出せなくなってしまった色のようでして、ちょっと壁が剥離してきてしまってるんですが、うん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 、塗り直してしまうと、うん、全く別のものに今の技術だとなってしまうということで、あの剥離止めといいまして、もうこれ以上剥がれないようにっていう、そういう止めるのみとして、それしかも施しようがないという、その上でやっぱ天井絵が、天井絵、そうですね、これまた全く別の作者によるもんでしょうね。張花街という方、はい、加納派というところの所属なんですけど、その方が特別に、描いていただいたということで、はあ、すごい一個一個違いますよ、はい、花と鳥がたくさん描かれてますね。これは見応えありますね、はい。この祭礼の
出汁行列の学園、はい、これは何ですか。はい、江戸のお祭りというのはおみこしよりもこの出汁というものが主流だったんですね。出汁、うん、ってよく聞きますけど、みこしと違うのはどういうところなんですかね。本体の、はい、に大きい車輪がついているような形で、うん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 、そうかそうか、確かに人が背負ってるんじゃなくて車輪を押してるんですね。そうですね。で、うん、大きいものですと この時代でしたら牛が引いたりですね、うんうん、いわゆる本社みこしといいまして、その神社にお宮のみこしが、うんありまして、うん、それを警護するような形ですね。みこしの警護、当社では、13本出汁が当時多いです。1本じゃないですね。ありまして、確かに氷川の宮、はい、氷川の宮ってね、氷川宮がいっぱい書いてある、はい、うん、すごい。実はですね、現代の東京都内で、はい、この江戸時代のこうした出汁の祭礼、本社みこしを出汁が警護して、はい回るお祭りというのは実はここでしか行われていない。本来であれば三戸神社さんですとか、うんうんうん神田神社さんが、うんいわゆる江戸でいう、うん二大祭礼で同じような形でされてたんですけれども、うん、戦争の時に、うんうん空襲で出汁が焼けてしまったりですとか、うん、あとは地方に流出をしてしまっていて、現在ではこの江戸のお祭りの、再現というのはもうできなくなってしまっている。出汁がもう全部燃えちゃったんですね。燃えてしまったりですね、巡行ができなくなってしまっているということですかね。もともとですね、手足もボロボロになってしまっていたりというような、はい人形もございましたので、うんNPO 法人というものを、はいはい設立させていただいて、そこで修復を行って、修復のための NPO を作って、どうしてもですね、出汁というのが一体一体町会の所有でもともとありまして、町会ごとなんですね。町会ごとにこう人形を持っていて出汁を持っていたんですけれども、はいはいはい今町会はお祭りがもうみこしが主流になってしまっていて、出汁は倉庫で眠っているだけと。じゃあ出汁の管理をしてもらうというのは期待できなかったんですね。そうですね、なかなか一町会ずつでこの出汁を一つ修復するのに高ければ1億近くかかってしまうと、何千万とかかってしまうものなので、町会ごとでこの出汁を復元していくというのがどうしても難しくてですね、なので NPO の方でそういった寄付ですとか、そうした修復の管理を、させていただくという形で、町会の皆様の、ご理解をいただいて、いやすごい、ようやくここまで再現することができるようになってきたと。この絵自体は明治44年の、そうですね、すごい奉納なんですね。すごいな、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー中もねこれ立派なんですけども、ちなみに一つだけ、はい、すぐここの出たところのちっちゃい狛犬が一対、はい、気になってました。あれなんですか。けれどもこれが港区で一番古い狛犬で、ちょっとこれ 近づけて喋っていただけると、はい、門をすぐ出たところの狛犬がですね、港区で一番古い狛犬でございます。ただの狛犬じゃなかったんだ。1654年のもので、1654年、はい、江戸時代ですね、はい、でこじんまりしていてですね、うん、ちょっと丸丸とした狛犬の形 で、はい、これが狛犬のいわゆる形としては初期の、形式ということで、狛犬愛好家の方がよく写真を撮りに頭を撫でにお見えになられるとやっぱりすごく愛嬌があって人気が、いや僕ね狛犬史上ナンバーワン可愛い狛犬って言ってたんですよ。ありがとうございます。やっぱり狛犬愛好家の方がなでに来ますか。なでに、写真を撮りにわざわざなで駒ですね。いただけるというこれはなでたくなる狛犬、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ最後にすごいいい情報をたくさん、神仏集合の名残、はい、そして撫でたくなる狛犬撫で駒、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ねえ撫で駒撫でときましょうか。まずね撫で駒ちゃんが可愛いんですよ見てくださいよ、これほぼポケモンですからね本当だあー可愛い、あー可愛いね、あーよしよしよし、あーよし、よろしくお願いいたします。本当にねこのずんぐりとした形ね、初期型なんですね。本当にこの形見ないから、めっちゃくちゃ可愛い。時間はしろ散々寄ってくれたな。
さあやられたらやり返す。バイゲーソン。ウェブコミュニティプロゲス。人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。